しかけてきた。まさか魔女だって疑われているのかな。もうすでにこっちは二人もやられてる。私も警戒しないと。やっぱり警戒してるわね。安心して、私は戦わない。話し合いで済むならそれが一番よ。嘘。ではない。でも油断は。もし、私があなたに攻撃を仕掛けるならあなたが油断してた時にしてるわ。私はあなたを傷つける気はない。ただ事情を知りたいだけ。そうです。か。よかった。この世界に来て初めて交流的な人に出会った気がします。よかった。警戒を解いてもらえて、あなたからは優しい空気が出ている。本来ならこんなこと絶対にしないってよくわかるわ。へえ、そういう能力ですか。ええ、空気を読む程度の能力、を持ってるから、あなたから出ている空気であなたがどんな人物かはすぐにわかるわ。面白い能力ですね。ねえ、そっちに行ってもいいかしら。ずっと向かい合ってるのもあれだし。はい、こんな私の隣でよければ。そう、まさか展開で出会って早々勝負を挑まれるとは思わなかったの。でも私だって穏便に済ませたかった。でも襲ってきたら私はどうしようもなくて。そうね、そこは僧侶娘様が悪いですね。人の話を聞かないから。でもなんでわざわざこんなことを。私たちの師匠様のお願いだったから。私たち全員戦いなんて好まない子ばかりです。でもみんな師匠様やマスター様に救われたから恩があるんです。そっか、でも悪いことに加担している自覚はあったんですよね。ええ、でも私たちは師匠様に救われた。無視され続けて心に大きな傷を受けた子、能力を暴発させて知り合い全員の知識を奪って喋れなくさせたトラウマを抱えた子、親の虐待を受けた子、それを守ろうとして傷ついた子、私含めたそんな子たちを救ってくれたのが師匠様なんです。だからみんな悪事と分かっていても協力する、恩返しだから。そう、みんな苦労したのね、心が苦しいわ。私たちは揃って七曜の素質があった。恩恵もみんな自分が求めるものを選んだ。私は、努力。土曜の恩恵、心の底から欲しかった。努力したかったの。違う、そんな綺麗なものじゃないよ。私が欲しかったのは、見つけたわよ、七曜の魔女。気配がパラと同じ、あなた七曜の魔女で間違いないわね。はぁ、僧侶娘様もそうだけど、本当空気読めない人が多いわね。白霊の巫女と僧侶娘様は本当、どこか見てますね。待って、白状します。私は封印石を持ってないんです。そう、ならあんたを倒した後にゆっくり調べるわ。まずい、恩恵を恩にしないと。ゲームやめなさい、降参してるのに無闇に戦う必要なんてないでしょう。さあ、ばちゃんもやめ。しまった。ごめんなさい。だは。そんな、正体を表したわね、七曜の魔女。ごめんなさい、イクさん、私、無事に終われそうにないです。だって、もう戦うしか方法はないんだから。なんで争うの、降参したでしょ、なんで攻撃してくるの。敵の降参なんて言葉なんか信用できるわけないでしょ、戦場舐めてんの。ならいいよ、降参はもうなし、私はあなたを倒す。恩恵、努力。どうしたの、早くその恩恵で私を倒してみなさいよ。そんな、だって努力は質は違うけどみんなやってること。攻撃しないなら私から行くわよ。私の能力は、勤勉、つまり完全記憶能力。一度書物などで見た知識を絶対に忘れない。そして得た知識の分魔法のストックも他の子より断然に多い。どの魔法、アース。バカね、魔法使いの戦い方を全く理解してない。魔法使いは魔法を唱えるまでに時間がかかる。だから私はその時間すらも与えない。一対一で魔法しか使えない魔法使いなんて何も怖くないわ。恩恵再発動してくれたら。努力、ねえ。残念ながら私にそれはないわ。な。私は努力なんてここ数ヶ月全然してない。何かに頑張ってすらないわ。あんたの努力は私に反応するなんて不可能なのよ。私より努力をしていないのに。私より強い。努力をしないくせに努力した人を嘲笑う。努力をしないくせに努力した私より結果を残す。そんなこと、もう絶対にあってはならない。才能なんて曖昧なものなんかに努力が潰されてたまるか。どの魔法、アーススピア。させないって言ったわよね。努力ができたはずなのに。努力ができる環境なのにあなたは努力を怠った。世の中には待遇や環境のせいで努力することすら、努力の成果を出すことすらさせてもらえないのに、あなたはその全てを無駄にしてる。知らないわよ。戦闘力はそこそこ高いわね。半年前まで使用してて正解だったわね。邪魔するわよ、パチュリー。何？情報なら諦めなさい。まあまあ、能力とか細かいことはいいわよ。でも一つだけ教えてほしいの。恩恵の効果範囲、距離とかそれに対する期間とか。
同じことじゃない？私は教え。マリサは七葉の魔女にやられた。あんたの目的は知らないけど、もしこのまま情報を出さないのなら、あんたもここで倒しておしまい。知ってるはずよ、殺すつもりなら別に難しい討伐じゃない。生かすために近くで戦うから苦労しているの。わかったわ、距離と期間ね。あとは対象とかも。閉まらないわね、まあいいわ、霊夢らしいし。恩恵が発動する距離は熟練度によるけど、だいたい半径100メートルくらいと言われているわ。思ったより距離がないのね。だってほとんど対個人用だもの、そして期間だけど。期間は過去最長でも半年前、今回の子たちはわからないけど、トラと同じ腫瘍中なら、約1ヶ月前が限度じゃないかしら。1ヶ月ね。まあ、ほとんどがその場の感情や行動で発動するものばかりだからあまり意味はないけどね。でも、努力、だけは違う。それに範囲攻撃で期間までにその感情になった人物全員を、ってなれば状況は最悪でしょ。それは絶対にないけどね、なぜなら対象はその術者に対して抱いた行動、感情によるものだから。術者も相手を把握してなければ意味はない。そういう意味では、努力、はその場の感情とか行動じゃないから他の恩恵に比べたら難しいかもね。相手の過去の頑張り次第ってことだからね。しかも1ヶ月、現時点で腫瘍中の人物とは相性いいけど、私たちみたいな日常しか送ってないような人には相性悪い恩恵ね。なるほどね、わかったわ、教えてくれてありがとう。霊夢、さっきの言葉、信じていいのよね。そもそも私たちは殺しとかしたくない、後味悪いしね。だからこの騒動が終わったら好きにしたらいいんじゃない。私はそこまで興味ないわ。わかったわ。私が修行をやめて約4ヶ月、これで恩恵にはまらなかった時点で実力勝負。実力は私の方が上、ならこの魔女は敵じゃない。な、誰も近距離戦ができないなんて言ってない。そんな付け焼き場の近距離戦なんか通用するわけないでしょ。なんで、なんで、あんたは努力さえすれば何でもできるとでも思ってるの。当たり前よ、努力さえすれば苦手を克服できる、努力さえできれば人は成長できる。でも世の中は努力を嘲笑う天才がいて、努力が認められる環境が全くなくて、結局なりたいものにもなれずに可能性を潰される。結局地位や身分で人は全て決める。そんな理不尽あってたまるか。否定はしないわ。でもね、否定はしないけど肯定もしないわ。確かに身分や地位で可能性を潰される、努力する意味さえ奪われる人もいるのは認める。才能あるあなたに言われても。けどだからといってあんたが言う天才の努力すらも否定される義理はない。あんたは弱い者の気持ちはわかるんでしょうね。でも天才や優遇されている人の気持ちは全然わかっていない。天才や優遇者は確かに地位や身分が低い人に比べたら目標のものになりやすいかもしれない。でもだからといって努力してないわけじゃない。考えたことある？天才で居続ける大変さ。想像できる、期待され続ける、結果を出し続けないといけないプレッシャー。そこに努力は本当にないと思う。あなたみたいに才能に溢れた人に、私より努力してない人に言われたく。決めつけるんじゃないわよ。お前に私の何がわかる？お前が私より弱いのは私がお前より鍛錬して、お前が私より鍛錬していなかったから。目先の頑張りだけで判断している時点であんたの怒りは逆恨みなのよ。私は。でも、さっきも言ったけど否定もしない。あんたの考えも間違いではないから。でもいろんな人を知りなさい。そうすればもう少し考え方が変わるかもしれない。逆に変わらないかもしれない。それを確かめて判断するのはあんた次第。その時また私のところにでも来て教えてちょうだい。ごめんなさい。私、何もできなかった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。